友道康夫は、中央競馬、立東トレーニングセンターに所属している、調教師。兵庫県阿蘇市佐古市の出身。昭和57年3月に、兵庫県立和高校等学校を卒業。小動物の獣医を目指し、大阪府立大学の獣医学科に入学し、大学の馬術部に入部する。馬術部の活動の一環として、競馬場やアルバイトへ行くことで競馬に携わるようになる。 1989年5月に JRA 競馬学校休務員家庭に入学し、9月より立東・浅見国一旧社所属の休務員となり、11月からは調教助手となる。1996年からは立東・松田国房級者所属となり、松田の勧めもあり、調教師を目指すようになり、2001年に調教師免許を取得し、2002年、 11月21日付で、旧社を10馬棒で開業する。開業時に、旧、新井人志旧社所属だった後藤が移籍することになった。11月30日、初出走となった中京競馬場での第一競争は、ランドチャレンジが13着となる。12月1日に、中京競馬場での第六競争で、インターマーベラスで、初勝利を挙げる。その後は2003年。 6月25日に、その田競馬場で行われた園山川特別が、地方競馬初出走となり前のマングローブが2着。2005年には、朝日チャレンジカップをワンモアチャッターにより制し、重賞初勝利を挙げる。2007年9月1日に JRA828 戦目で、通算100勝を達成すると、2008年5月4日、第137回天皇賞を、 アドマイア・ジュピタで勝利し、旧社会業以来初となる GI 勝利を獲得した。2009年4月19日、管理場のアンライバルドが第69改札キ賞に優勝し、クラシック競争制覇を果たした。2013年5月12日、東京競馬場で行われた第8回、ビクトリアマイルで、管理場のビルシーナが優勝。GI は3勝目となった。 2014年5月18日、東京競馬場で行われた第9回、ビクトリアマイルで、ビルシーナが昨年に続き連覇。GI は4勝目。2016年5月29日、管理場の幕引きが第83回東京優勝に勝ち、東京優勝初勝利。ありがとうございます。